ああもうダメですね。もうちょっと電波がちょっと話にならないんですけど、もう無理ですこれ。もうきゃー、同じ誕生日なの、いいね。あ、ゆいかちゃんとだから振り袖決めたよ、決めたんだよねみたいな話をしたから、楽しみだよねって言ったんだよ。でもココアさんとか絶対さ赤だよね。何色なんだろう。楽しみ楽しみと楽しみにしておくんだ。なんかこれがついてる、ついてなかった。電波が悪い働き、なんかなんだろうね、なんでこんなに悪い、いつもこんな悪かったっけ。いつも悪いか別に。だからなんでだろう、 Wi-Fi でも Wi-Fi なんだよ。 Wi-Fi だから山梨で配信してた時はノット Wi-Fi だったんよ。なぜかなみたいな。山の日祝日ですね。もう話さない、もう何も話さないんだから。おうおう、そうなの、もうダメですから。こんばんは。もう無理ですから普通に。もうそうやってWi-Fi が言うこと聞いてくれないならこっちもこっちでもう喋らないもん。喋らないもん。誰や誰やって、まあ多分みんなの予想通りの人物だよ。はい、なんでこんなに電波悪いのかな。なんかいい時はいいじゃんね。電波悪すぎ配信バズっちゃうわ。ナナさん急に、てか明日ユーナーモギオンコンサートじゃないですか。ユーナーモギオンコンサートなんですよ明日は。知ってますか、ユーナーモギオンさんですよ。明日配信で見ますから。配信してるメンバーが多いから。そんなの関係あるの、どういうこと、どういうこと、ショールームがってこと、どういうこと。え、マカロンの写真あげようと思ったんよ。だからそう、北沢がネタ切れになったらマカロンをあげるんだよ。犬の日とかないんかな。こんばんは。あ、違う、伝わらない。あ、マカロンの日とかもでもいいよね。あるんかな、白揚げとか。調べ、開けとく、やばい、調べとこう。ユーナーモギオンさんのね、見ますよ。僕隊も見たいけど、僕隊も見るし、ユーナーモギオンさんも見ますし、もう全部見ちゃおう。何でも見ちゃいますから。明日楽しみだな、そう思ったら楽しみすぎる。マカロン相撲の声が身にするのなんでよ。だってさ、どうする、え、そのワンちゃん飼ってるんですかとか聞かれたら、あ、いや他人の犬ですみたいな、どういうことみたいな。おざまるさん明けおめありがとう。ループループ1月1日、あー、マカロン10月9日。いや遠いな、全部全てが遠いな、全部遠いからダメやんね。なんか1月11なら、あー確かにね、1月11あるね、ワンちゃんね。調べるわ、ま、任せて。でも絶対電波あるよね。なんかもう画面止まってるの見えてたから普通に。もう無理、もう無理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 すぎて消えちゃおうみたいな。
みんなびっくりだよ。なんかちょっと一回さ、ちょっと待ってね。どうだ。どうかな。どうかな。なんか一回ちょっと更新っていうかあれやってみた。10秒ごとに止まってる。それは大変。やばい、アイス食べたい。アイス食べよう後で急に。なんかさ、チョコミントのアイスを箱買いしたよね、この前。チョコミントがいっぱいあるの今、食べよう後で。画像も良くなった。マディ雪太郎って感じだよね。はぁ、チョコミント食べるよ。チョコミント、10秒チャージもやめてよ。チョコクッキー買ってきた。もう買えないよ、山梨で買ったら絶対に溶けちゃうよ。そんな何時間も。台湾のジェンさん、ハートありがとう。1月11日鏡開き。あー確かに、チョコミントだよ。パルム週末お話。あ、もう週末か。週末ってか来週ってことか。早いね。10、11時に。ああ、そっかそっかそっか。まさきさん、ハートありがとう。お話し会よね、2日連続よね。オブジェさん、マグカップありがとう。話していいよ、任せて。何話そうかな、何話しそうかな。お話し会よね。じゃあみんなの話を何でも聞いちゃう人間になろうかな。1月7日チョコミントだよ。でチョコミント大好き。チョコミントの日とかないのかな。やっぽやばい、目の乾燥がやばい。コンタクトの、でもこの配信終わった瞬間コンタクトをすぐに取って、もうすぐにメガネに書き換えるから。ええみたいな味がしたい。コンタクトしない派。いや、コンタクト用の目薬なんてしません。しません。鼻歌ループしてる。噂になってねでした。ということで、面白い映像集やめて。そうやって、うーわ、もうそうやって足のことバズらせようとして。ああやめてよ本当に。やっぱ悪いね、もうなんかもう無理だわ。どれが本当かわからない。すごいなんか歌詞とか、あほわよ。あほわよ、へいへい。もうダメだ、これはもうダメです。本当にダメです、これダメです。はい、ダメですね。電波の改善をありがとうございます。そう、レスリングやってたんですよ。 X にね、今日 X にそのレスリングやってる時の映像を載せたんですよ。見てください、ぜひ。ハッシュタグ好きなんだ。移動に疲れた。あ、ショールームのってこと。アイスを食べるのは分かって、目薬刺さないのも分かった。あー、なるほどね。あ、じゃあもう今日はそういう日なんです。もう無理なんです。だからもう諦めてください。明日からよろしく。また電波が悪すぎましたね。
ダメですね電波が。ダメですね電波が。バズってますかね本当に。本当にバズってる、それってバズらせてくださいぜひ。みんながリポストとかしてくれるとバズるんですよ。なのでバズらせてもろて。あとレディースガガさんありがとう。今日はそっ、僕はつぶやくかな、なんかもう本当にどういったことみたいな。やっほー、やっぽー。あ、今日移動したと思ってるってことか。ズンさんにいくつフォローされる。いや、私はフォローしてるんよ山根鈴葉さんのこと。結構ね、すぐしたリポストする。ありがとう。ズンさん大好き。ズンさんのこと大好きあって感じだよね。何回も止まってる。そう、今日でもあの X をリポストする時間が欲しいからちょっと早めに終わりたいんだよね。ちゅうちぃさんお疲れ、ありがとう。だからみんなも私の配信が終わったって思った瞬間、北沢の X を全部リポストリポストってしてくださいラブ、ライバルってこと4.6 を46ですね。やったね。バズってますか。でもなんか話してたんよねみんなと。何インプレッションいたバズなんだろうって。10万ぐらいかなって話してたから、みんなの力で10万バズさせてバズバズしましょう。拡散だ。ファザーがさ、葵さんの生誕って生きてる写真がさ載せようと思ってるのにさ、もう毎回忘れちゃうんだよねその存在を。絶対載せるからおもろいから。基準むずいよね。そう、渡辺梨香さんのマフラータオルでもあれだけじゃない、あ、多分あと3、4枚あるんだけどどっか行っちゃったんだよね。どっか行ったと思ったけど普通に考えたらそこにあるんよ。あれは山梨で撮った写真やけそこにあるんよ広島の、うん、そう絶対載せる。だから待ってて。半目の少しはポストしておけ。うん、やめてほしいよ普通に。 40% しかないとか言われたし、普通にもうランキング読むからね。15位がドクター K さん、14位がイキピスさん、13位が豊中真宏さん、12位が台湾のジュンさん、11位がイチゴーさん、10位がミキミキさん、9位がオブジェさん、8位がシバムさん、7位がゼロトピさん、6位が高松愛知音園さん、5位がナチョマッコさん、4位がチューチューさん、3位がルースさん、2位がリキーヌさん、1位が栃木のスーさん。ありがとう。今日はちょっと本当に電波我々最悪ピースデーでしたという感じで、皆様ありがとうございました。皆様この配信が終わったら X よろしくお願いします。また明日。じゃ今日メールも全然一通しか送れなくてごめんね。トムトムさんハートありがとう。 X よろしくみんな。ということで終わろうかな。バイバイ。ちょっともう今日はよくわからないの見てくれてありがとう。バイ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 。See you next time って感じですよね。バイバイ。